スタート者の後輩と、上田達也中山秀幸が、コメントの中丸雄一、女子大生とホテル密会謹慎もまだくすぶる、日だねカトゥーン、夜の港区、ギリギリ活動。8月7日、カトゥーンの中丸雄一、40、が橋本環奈児の女子大生とアパホテル密会していたことが、文春オンラインの報道で発覚し、翌日発売の週刊文春、文芸春秋。 では、その商法があった。中丸は7日に近親を発表し、レギュラー出演していた週1日本テレビ系朝だ。生です、旅サラダ、テレビ朝日系家事野郎。テレビ朝日系は対応に追われている。11日朝7時30分からは、週1の放送があり、MC の中山秀幸57が中丸の件に言及。 中山さんは、中丸さんと妻の元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈さん、32と会ったと明かし、中丸さんが大変反省をしていること。笹崎さんが中丸さんに対して自分と向き合ってほしいと言っていたことを話しました。そして、中山さんとしては、中丸さんに対して生まれ変わりの機会になってほしいと語っていましたね。ワイドショー関係者。 中丸の謹慎は当然、グループの仕事にも影響が出ており、9日には同月26日放送予定の何するかトゥーン富テレビ系が放送休止になることが報じられた。同番組は月1ペースで放送されているが、9月以降は亀梨和也38、上田達也40の2人体制で放送を継続する予定だという。そんな中、 10日、上田さんもインスタグラムのストーリーで中丸さんの今回の件に言及。反省はもちろんしてもらった上で俺は支えます。メンバーであり長年の連れでもあるので、と綴りました。全道共演する大ベテランの中山、そしてメンバーの上田からのコメントがあり、一般的にはこれから落ち着いていくと見られる今回の不倫疑惑騒動。ただ、 ファンの幻滅具合はかなりのようですね。中丸さんは、笹崎さんと今年1月16日に結婚を発表したばかり。それなのに女子大生を相手に不倫が疑われても仕方がないアパ密会。この事実だけでもドン引きする人は多いでしょうが、そこまでの経緯やこれまでの素行のまずさもあり、ファンは失望している感じです。どう カトゥーの人気はデビュー18年目の今も健在で、今年6月23日には台湾アリーナでライブを行ったばかり。中丸はそんな人気グループのメンバーで、ゴールデン帯番組、家事野郎を筆頭にレギュラー番組を持ち、何よりも多数の女性ファンを持つスタートエンターテイメント、旧ジャニーズのアイドルなのである。にもかかわらず、文春の記事によれば中丸は、 1> 約一年前、路上ナンパして知り合った女子大生に20回以上もお誘いをしていたというから、クリーンなイメージは完全に崩壊してしまった。一年前といえば笹崎との結婚前の大事なタイミングで、そんな時期に、裏では浮気心全開で行動していたと指摘されても反論はできないだろう。そして中丸は、以前から嵐二宮和な41の YouTube チャンネル、 世にのチャンネルなどで遅刻壁やほうれんしょうがルーズなところを見せ続けていたことも手伝い。厳しい声が多く寄せられている。路上ナンパとかアパとかジャニーズのくせにおじすぎてドン引き。芸能人ではなくただの野生ストナンシヤンナンパクラスタにでもなりたかったんかな。世にので遅刻壁とかほうれんしょうができなくても山田くん、へいせいジャンプの山田良介。 31、ふま、タイムレの菊池ふ二29が怒ってくれてたから一視聴者として笑って過ごしてたけどやっぱ普段体ら,らしない人はどこまでもだらしないんだなって SNS、ネットに中丸に対する厳しい声が多く寄せられる中芸能プロ関係者はカトゥーンにはまだ火種があると聞こえてきていますと言いこう続けるかつて 旧ジャニーズのタレントは仕事が終わると夜な夜な港区の繁華街の中心六本木、そしてその隣町の西麻布に繰り出すことが多かったです。しかし、2018年頃には主席のトラブルが頻発。大きなスキャンダルになることを警戒した事務所上層部が夜の六本木西麻布エリアへの立ち入りを禁止する通達を出すということがありました。しかし、 その禁止令からもう6年近くになること、さらにコロナ禍を抜けたことから、六本木西麻布禁止令の効力はなくなった。そして、4月からマネジメント体制がスタート社に移行したことで、もはや禁止令は消滅したと言えるでしょう。そのため今、夜の六本木や西麻布には、スタート社のタレントたちが戻り始めているんです。そこにいるのは、 もちろん若手が中心ですが、今年こうなわれた飲み会には、カトゥーンのメンバーもいることがあったと。おそらく、後輩から誘われていったのでしょうが飲み会が行われるのは、一般の人にバレることはない会員制のバーで、お相手はいわゆる港区女子ですね。スタート者のタレントでも、仕事終わりにお酒を楽しむのは自由だろう。しかし、多くの女性ファンを持つ彼らが、 気予報編がある港区女子とよなよな飲んでいるというのは穏やかとは言えないのかもしれない。会員制の他人の目がないクローズドな場所で楽しい仲間と綺麗な女性がいればついついお酒が進んでしまうものですよね。そして若手のワイワイな飲み会の定番といえばゲーム。山手線ゲームやさらに行けば王様ゲームなどが有名ですがそうしたゲームは 盛り上がれば多分にハレンチな展開がつきものですからね。そして、昨今は飲み会での言動すらリスクになってきます。その場では一緒に楽しくゲームしていたつもりでも、後に女性の方が嫌い,いや強制的にやらされたセクハラ行為があったなどと訴えたら、アウトになってしまうご時世ですよね。